チューブ猫です。今年はクリスマス何するんだろうね。何も聞いてないや。あ、待って、 あれ、あ、待って、あったわ予定。あ、待って、これあんじゃん、私呼ばれてたわ。え、これなんの、これなんだ、これなんの企画だ。全然配信の予定あったわ。あれ嘘でしょ、あれ私が忘れてただけかも。もうクリスマスの時期か、そんな時期か。2期生でクリスマスパーティー、25とはいかなくても24とかさ、23とかさ、ちょっと聞いてみるか、聞くだけ聞いてみるか。エブリワン、2期生、2期生チャンネル、エブリワン、皆さんクリスマス何してますか。一人ぼっちなるの悲しいので、クリスマスパーティーしませんか。一応声はかけてみたけど、みんなから返事が来るかは分からん。2期生チャンネルでちょっと声かけてみたわ。予定あるんだよねって言われたら、もう私もう泣いて一人でクリスマスケーキ食べる配信する。一人でクリスマスケーキ、むーちゃんとクリスマスケーキっていう配信するわ。いやでもさ、2期生はまだ喋りかけやすいよ。だって同期だもん。なんて言っても、何なんだろうね、同期の安心感って。よくわかんないけど、同じ時期に入っただけなのに、なんだかさ、謎の絆があるよね。うん。タリラリラ